皆様こんにちは、愛です。本日はブラシ、ウェイトワイルドでブラシを大量に買ってみたのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。なんでブラシ買ったかって言うとですね、これいつだったっけな、今年かな去年かわかんないけど、出た時にすっごいね可愛いなと思って、白とピンクの感じが可愛いなと思って欲しいなーって思ってたんですね。1本そんな高いブラシじゃないんですよ。99セントのもあったり、1ドル99、2ドル99みたいな感じで、そんなにすっごい高いブラシじゃないんですけど、17本出てって、もちろんねいらないものとか使わないものとかもあるんですけど、それで何本か買おうかなと思ってたんです。あのだけどウォールグリーンズとかライトエイドとかで見かけたとかっていうのを聞いていたので、いろんなところ、まあ近所なんですけど行っても売ってなくって、売ってないじゃんと思ってたんです。オンラインで売ってるので、オンラインで買おうと思ってこう見てたら、1個ずつの単価はすごく安いんじゃないですか、ここのブランド自体が。なんだけど送料が35ドル以上だったかなにしないとかかるわけですよ。だからあーそっか、ブラシ2、3本買うのにはもったいないなーなんて思ってて、ずーっと先延ばしにしてたんです。そしたらですね、この前たまたまメールが登録してあるから、メールがポンと来たら2日間限定で、これ全部買うと確か32ドル近くするんですけど、24ドルぐらいにディスカウントしてるこうプロモーションというか、まあセールがやってたので、おーいいじゃんと思って、どっちみち全部買うつもりはなかったけど、だいぶ安くなるなっていうのもあったから、じゃあこのセットで買ってみようと思ったんです。ただまあね、送料かかっちゃうんだけど、送料かかると最終的に全部を元の値段で買ったぐらいのところまでの値段にはなったんですけど、まあねいっかって言って、なんか35ドル以上にするのもなんかなーと思って、どうしよっかなーって言って旦那と話してたら、いいやんそのまま買えばいいやんとか言われたから、分かったって言って、特に他のお化粧品とかは買わずにブラシだけを買ってみたっていう感じなんですけど、まあね見た目が可愛いからすごくねいいなと思ってたので、まだ届いて今かけたばっかりだから使ってはいないんですけど、とりあえずねどんなブラシが入っていたか紹介していきたいなと思います。まずね大きいところフェイス系のブラシからいくと、2つ目はこちらのパウダーブラシですね。パウダーブラシが1本あります。まあ開けようか、まだ全然開けてないから形質とかもわかんないんだけど、まあこれ動物実験してませんよとか動物使ってませんよっていうシリーズなんです。このうさちゃんのマークここにあるんだけど、そうこのうさちゃんのマークが ついてるのはそういう商品なんですね。なので、まあ、人工毛ですね。で先がピンク色になってるところがだいぶ細くなっていて、白いところはいかにも人工毛っていう感じの硬さがあるけど、悪くないかも。あいいですね、チクチクしない。あいいかも、いいですね。こう持ちやすいようにここがへこんでたりとかもあるし、何せねまあ私は結構見た目大事にしてるっていうか、こうアイテム可愛さ大事にしてるのでピンクと白のこの感じがすごい可愛くていいなって今思ってます。ただね白い絵ってどうなんだろう、汚れるのかな、わかんないや。まだ洗ってないし使ってもないから何とも言えないんですけど、こんな感じで毛質はとても良さそうなのでいいかなと思います。ちょっと洗って使うの楽しみなんですけど、ラージスティップルブラシですね。まあデュオファイバーみたいなブラシですね。こんな感じで、あこれいいですね、柔らかい。さっきはピンクが上だったけど、今こっちはピンクが下なので、この上の毛の方がちょっとしっかりしてる感じなんだけど、全然こっちよりも触り心地がへたる感じで柔らかいです。うん、いい感じ。フラットトップブラシっていうブラシですね。たまにこうなんか一本長いのがあるんだけど、もう切りゃいいんだけど、わかるかな、色でわかんないかも。ここにあるんだけど、はい、
切ればいいんですけど、まあ、こういうのはまあどうしても安いブラシだからしょうがないと思う。多分大きいブラシで2ドル99ぐらいでしたね。まあ、ファンデーション用のブラシとしてもいいですし、クリーム系使うのにもいいかなと思いますので、よし、これも洗って使おうっと。ブラッシュブラシですね。チークブラシ。広がってるけど、横から見たらぺったんこっていう感じなので、まあ、チークでもいいし、ハイライトもいけるかなっていう感じ。こう使えばチークで使いやすいし、こう使えばハイライトでもいけるからっていう感じですね。ファンデーションブラシですね。私こういった感じのファンデーションブラシ使わないんですけど、ファンデーションブラシだからちょっと硬いかなと思ったけど、そのこういった感じのファンデーションブラシにしたら柔らかい。すっごい柔らかい。コンシーラーとかにも使えるかなと思います。まあファンデーションはね、クリーム系だから、でクリームチークとかでもいけると思うし、他にもなんか別にハイライトとかでも使える気がするくらい、うん、いいですね。柔らかい。そう、こういったファンデーションブラシにしたら柔らかい。ちょっと飛んじゃったけど、スモールスティープルブラシですね。これもこう両ファイバーのブラシですね。私この似たような感じのエルフのやつをクリームチーク用に使ってるので、で抜けそうなので今ちょうど良かったなと思ってます。うん、ちょうどいいかも。ほんとクリームチークにはいいと思います。うん、コントワーブラシですね。シェーディング用のブラシなので、斜めカットされてますね。こう感じで、こういう感じで使うんでしょうね。まあ、じゃなくてもこれチークでも使えるかなって思うぐらい使いやすそう。何せ全体的に毛質がとってもいいです、安いのに。次がファンブラシです。私ファンブラシずっと欲しくって、ファンブラシあるやったって思ってるんですけど、ファンブラシこれね、買おうと思ってた1本に入ってたやつなんですけど、こういう扇形になっていて、ま、平べったいやつね。なのでもうほんと繊細にハイライトを入れたい時に私使いたいな、ファンブラシと思ってたので嬉しいです。あ、なんか大丈夫かな、このね、わかる？この接着面の部分がちょっとポッと抜けちゃわないかなっていうのはすごい気になるけど、ちょっと様子見て使っていこうと思います。ラージコンシーラーブラシですね。その名の通りコンシーラーブラシだと思います。さっきのファンデーションブラシと同じ感じで、コンシーラーブラシにしては柔らかめだと私は思う。まあ、他にも別にクリーム系のアイシャドウ用に使っても全然いいと思うし、こう自分でね、使いやすいように使えばいいと思うので、もちろん名前はついてても、なのでこれも使おうかな。はい、ラッドキタラスモールのコンシーラーブラシもあります。まあこれはさ、細かいところのお仕事にすごく役立ってくれると思うんですよ。例えばこう、もう眉毛をきちんとはっきりさせたいときは眉毛の下を掃除するコンシーラーにも使えるし、唇のこう縁を取ってお掃除して綺麗に赤リップとか、まあ、にじませたくないような濃い色とかのリップ使うときとかにはコンシーラーで綺麗にお掃除するのにもいいと思います。一本あったらはっきりとしたね、メイクをされるときはいいかなと思ってます。フェイス系終了したので、アイですね、目関係に行こうと思います。クリースブラシです。まあ、このクリースブラシはどうだろう。私エルフのすごいクリースブラシ気に入って使ってるんですけど、先がテーパーでシュッてこう、なんていうの、ほうき、竹ぼうきみたいな感じ、シュッてなってるってすごい好きなんですけど、これはこう広がってるタイプなので、まあどちらかといえばクリースのこう先に、ここになんか出てる、なんか出てる毛がピヨーンってクリースのピンポイントにクッと入るっていうよりかは、どちらかというとトランジッションカラーとかをこうキュッキュッと乗せていって、ブレンドしていくのにいいかなと思ってます。こういう形のやつでブレンディングしてるから、なのでこれはまあそういった感じで使いたいなと思います。ラージアイシャドウブラシです。まあアイシャドウブラシですよね、普通のね、きっとねある程度のいい腰とがあって、でも硬すぎず目に優しそうな、うん、感じの触り心地がします。うん、痛くないし OK、 いいですね。まあ全体的に色をのせるときに大きい方は使います。ラージがあるので
もちろんスモールアイシャドウブラシも入ってます。さっきのより硬い、腰がすごくある。やっぱ毛が短くなる分腰が出ますね。なので色を強くしっかりとのせたい時とかにはすごく良さそう。こうやって見ると大きさがだいぶ違いますね。なのでしっかり色をのせたい時はこっちを使っていけばいいかなと思います。こう例えばグリッターとかをポンポンポンとこう押さえるようにのせる時とかもいいかなって思います。スモーキーライナーブラシですね。スマーチブラシみたいな感じで考えたらいいのかなと思ってるんですけど、ちっちゃいし使いやすそう。比べるとどんどん小さく変わっていくね。ラージ、真ん中がスモールで、これがスモーキーライナーブラシっていうやつですね。こういった目の際とかにスッと入れる時とかに使おうかなと思っています。エルフのやつはもっと幅広なのね。幅広でなんかちょっと細かい仕事が足りないのって思ってたので、この大きさはいいかなと今思ってます。アングルドライナーブラシ、アイライナーに使ってもいいし、眉毛に使ってもいいと思います。とってもちっちゃいブラシなので細かいお仕事いっぱいしてくれると思います。アングルってやっぱり眉毛もそうなんですけど、このウィング、ジェルライナーとかでウィング作る時とかにもすっごい描きやすいので、まあ、最近ジェル全然使ってないんですけど、眉毛とかも付属のやつ使ってたりとかするから、これで使ってもいいかなとも思ってますし、うん、とりあえずね、ちっちゃいディテールブラシっていうのかな、ちっちゃいちっちゃいこう細かいお仕事をするブラシってそんなに持ってなかったりとか、まあ、後回しにすることが多かったりするんですけど、私なんか特にそうなんですけど、なんですが実際メイクしてるとこの細かい仕事必要だって思う時がすっごいあって、細かいブラシ今ねいろんなの欲しいなと思ってたのでいいですね、はい、アングルの次はベントライナーブラシですね。この曲がった先っちょと、まあ、ちょっとなんかちょっとブラシ上向きなんですけど、これねアングルのライナーブラシで跳ね上げを描いて、これでジェルで全体を埋めたりとか、ここが曲がってることによって使いやすいんですよね。こう手との感じとの感覚が違って、こういうの1本あるとジェル使う人はいいと思う、ジェルライナーと思います。私はほんと最近ジェルライナー使ってないからなんですけど、何に使うと思うけど、まあ使わないブラシがあってもいいと思うんですよね。まあそう全部のセットっていうかで買っちゃってるからなんですが、せっかくこういうのもあるからジェルライナーも久しぶりに使ってみたいなって思いました。これが最後です。まあブラシじゃないんだけど、ブロー&ラッシュコンボっていうやつですね。まつげコームと眉毛コームってことですよね。こう眉毛整えたり、まつげこう添えたりするのに使って、これって意外に使いますよね。眉毛ぼかしたいなとかで、まつげこうダマダマなっちゃってるから溶かしたいなっていう時とかに、これ意外に使っていて、私これ絶対に常備のアイテムなんで、まあ1本ついてて、これ多分99セントとかだと思うんですよね。安いしいいなと思ってます。たださ、今までさピンクとさ白の組み合わせで着てたのに、これだけ真っ白なわけですよ。なんかどっかでピンクの要素が入ってたらよかったなってデザイン的には思ったんですけど、まあね、うん、それはね、好みの問題だとは思うんですが、はい、以上が全部17本ですね、紹介してみました。その辺でドラッグストアで売ってればいいんだけどさ、売ってないからなかなか、もしかしたらご旅行とか来られても見つけづらいアイテムなのかもしれないんですけど、都会には売ってるのかなちょっとわかんないんですけど、まあこんなにね実際いらないと思うんですよ私言っちゃいけないけど、メイクブラシって結局セットで買うと使わないものとかがあったりするじゃないですか。だからまあこんなにねいろんなものいらないし、今使ってるものも実際あってすごい気に入ってて使ってるものもあるから、もしかしたら出番のない子もいるかもしれないんですけど、何せこう見た目が可愛いなって私思っていて、
いつかは絶対にお化粧台を買うって決めてるんですけど、なかなかいいものに巡り合えなくって、全然その計画が進んでないんですが、それにこうインテリアとして、まあ、使わないやつとかは飾っておいて、自分のねパンティーをとっても可愛らしく見せるのにもいいかなと思って、まあ欲しいなーって前から思っていたものもあるので、この機会にと思って買ってみました。まあ、でもこれ実際使われてる方とかの口コミとかそのビデオとかもあるんですけど、見るとすごい褒めてて好きだって言ってる人かなり多いので、ブラシ自体はとってもいいブラシなんだろうと思います。トッチャーがうるさい、外の人が多分喋ってるからだね。洗って使うのすごい楽しみです。全部1回ずつは使ってみて、まあこれはお休みかなとか常時使うところに入れとこうかなっていうのを仕分けしていきたいなと思っています。まだ使ってないので何とも言えないんですけれども、これから私のねアイテムとして活躍してくれたらいいなと思ってますし、またあのいつかね Get Ready With Me とかやりながらこう使っているところとか、もし使ってよかったらそれをお話しできたらいいなと思っているので、特にこれ期待してるんです、私ファンブラシ。お話しできればいいかなと思っています。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。